ちは、さきこでーす。今日はね、また強力な助っ人が来ています。おいっこです。一緒に頑張ろうね。今日は、秋の花でね、アレンジメントをしようかなって思うんですけれど、アレンジメントっていうとね、いつも吸水フォーム、俗に言うね、オアシスを使ってアレンジすることがね、多いんですけれど、今日はその吸水フォームは使わずに、このね、枝を使って枝を花止めにしてアレンジメントをしてみたいと思います。さあ、それでは参りましょう。スタート。イエーイ、イエーイ。それでは材料のご紹介です。今日ね、このデザインの主役はお花ではなくてね、この花止めになってくれる枝なんです。これがね、やっぱりデザインのね、ポイントになるものです。今日は錦木をね、準備しています。ちなみにこれね、数回前の置くだけ簡単テーブルアレンジで使ったやつのね、さらにこう再利用になりますけれど、こんな風にね、もう飾っておいたこう枝がね、葉っぱが落ちて、でもなんか枝綺麗だなと思って取っておいたものとか、それからね、田舎にお住まいの方はこう歩ってね、拾ってきた枝、錦木じゃなくてもね、何の枝でも大丈夫ですので、ご準備ください。器を使っていきますけれど、今日ね、準備したこの器はね、これはね、抹茶のお茶碗です。ね、こうとっても形も綺麗で、何がいいって、このね、ちょっと深さがあるのがいいんですね。お水もしっかり入るし、ベストな器だと思います。抹茶のお茶碗あればね、準備してみてください。さあ、最後にお花なんですけれど、私は今日はね、このダリアをメインに、枝物とね、煮物や数種類のお花を、秋らしい取り合わせっていうかな、色合わせで準備していますが、今日ね、デザインの主役はこの骨組みとなる枝なんですね。これがね、結構かっこいいので、もうお花はね、もしかしたら1、2輪でもね、様になっちゃうぐらいです。なので、そんなにたくさん準備する必要はなくって、お好みのね、お花や枝や葉、ね、数種類ご準備してみてください。さあ、それでは作業に入りましょう。このカットした枝をまとめて輪ゴムで留めます。はい、はい、できるかな。じゃあ、そっちにこの枝ちょうだい。一個一個、はい、ダメ。これないの。うん、じゃあそれあげるからお手伝いお願いします。はい、うん、じゃあ輪ゴムね。うん、ありがとう。はい、持ってて。じゃあ、さっちゃんがこれまとめるから、よし、これを輪ゴムで留めてください。できる？これ留めて。これで、これ、うん、これ輪ゴムを開けて、よいしょ。こういうこと。こういうこと。うん、もう一個も。はい、せーの、よし、入れて、よいしょ。お、すごい、できた、できた、できた。パン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 、よし、ここにもっと入れてこう。はい、ここに入れて、これ、うん、入れて、入れてください。よし、1、2、はい、これもまだいっぱいあるよ、入れて。はい、よし、今度このでっかいの入れるよ。でっかいの。でっかいの、大丈夫？できる？よし、入れるぞ。いいね。やった。次もこんな大きいの。こんな大きい入れるよ。ここに入れて。はい、よし、入った。うわ、これもでっかいのまだあるよ。え、まだ手伝って。うん、じゃあ、あとはこちらやるね。うん、ありがとう。うん、なかなかいい感じにできてます。見て、いい感じにできちゃったよ。
し緩いかなと思ったらもう一周かけます。二重にしてね、少し固めに。少し固めにやった、よし。さあ、じゃあね、ここにお水入れましょう。お水入れてくれる？うん、うん、じゃあ、この中に、うん、お水入れて。はい、はい、お願いします。この中、これが、うん、じゃあ、OK、もう一個、アンパンマンの方もお水お願いします。こぼさないようにできるかな。ほっほっほー、上手にできた。入ったよ、お水。ありがとう。はい、で、お水が入りましたので、これをね、セットして、で、ここにお花を生けていくわけです。で、輪ゴムがね、こう伸縮するので、うまくこのね、枝の間を使って、お花を入れていきましょう。はこの最初にね、こう輪ゴムで染めましたよね。その部分にね、まあ、ラフィアとか麻ひもでね、この輪ゴムを隠してあげて、仕上げていきます。はい、完成です。できました。いかがでしょうか。枝がね、デザイン あのポイントとなりつつ、このアレンジのね、そのテクニック的な要になっています。花留めのね、役割を担っています。まあ、アレンジとも言えるし、この場合ね、まあ、最後結束結んでるので、まあ、立つ花束とも言えるかもしれないですね。ちょっとね、思ったより枝の量が器に対して少なくてね、ちょっとあの安定性に少し欠けてしまうところがあって、もうちょっとね、枝がしっかりあの分量あれば器にこうね、はまるような形で、すればもっと安定性が増すと思います。思ったよりも枝がね、必要でしたね。ちょっと失敗、なので今回はちょっとね、あの触らなければ倒れないので、こうお子さんのね、手に届かないところ、ね、とか揺れないあのテーブルの上でね、飾っていただければと思います。助っ人はね、最後、お昼寝の時間になってしまってね、寝ています。またね、機会があったら手伝ってもらいたいなって思います。さあ、それでは皆さん、また来週もお会いしましょう。さようなら。